カラカラで、まあちょっとやばいぐらい喉が乾きますね。はい、ああ、あら、お世話になります。やば。うん、唇にへばりつく。これ、あらら。自分たちの世代はフォークソング世代ということで。今、吉田拓郎さん、ペニーレーンでバーボン、吉田拓郎さんは、ね、何かあったら、もうできないことがあったら酒飲んで、もう寝ちまおうということを言いました。で、もう一人の言うは、井上陽水さん、井上陽水さんは、ね、新聞とかなんとか読んでる、もしかしたら今度の、ね、戦争のことも気にしてらっしゃるかもしれませんけど、けど、陽水さんにとって大事なのは、今日の雨が降った時の傘がないということをね、いきたいと思います。ちょっとね、せっかくだから陽水さんで。じゃあね、タクロは陽水と。
つするロケムルが増えている。今朝来た新聞の片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れ冷たい雨が今日は心に染みる。君のこと以外は抱えられなくなる。それはいいことだろう。テレビでは誰かが深刻な顔をして喋ってるんだけども、問題は今日の雨傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の海に行かなくちゃ、雨に濡れ冷たい雨が僕の目の中に。君のこと以外は何も見えなくなる。それはいいことだろう。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れ行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、雨の中を行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、雨に濡れて行かなくちゃ、傘がない。3連符がむちゃくちゃだったんですけど、ということで傘がないね、歌ってみました。まあせっかくサングラスがあるんで、このままね、サングラスをかけていきたいと思います。ロシアがね、ウクライナに、侵攻しました。子供を含めね、大きな死傷者が出ております。死傷者の出ない戦争なんてありえません。浜田省吾で、A New Style War。
ぬすればは雨に溶け風に乗って受け止めるか立ち止まるかどこへも隠れる場所はないさニュースタイルニュースタイルを愛は時にあまりにもろく自由はシステムに組み込まれ正義はバランスで測られ It's a new style を Hey! ね、ロシアとウクライナ侵攻に断固反対します、せっかくね最近よくね、あんまり歌ってなかった浜田翔子さんの歌をよく歌うんでまあサングラスについてもう一回歌いたいと思います、ね、まあ私はねまあ日本人ですね、いつまでたっても誇れるようなね日本であってほしいなと思います。浜田省吾さん、ジェイボーイ。仕事終わりのメールに囚われも心と体取り返す時に分けもなく叫びたくなる怒りに J-Boy 掲げてた理想も今は遠く J-Boy 守るべき誇りも見失い J-Boy果てしなく続くサバイバルレース走り疲れ家族も仕事も投げ出し一体いつそして俺は心を空白埋めようと山のような仕事を抱え込んでしのいでる頼りなく豊かなこの国に J-Boy 何をかけ何を夢見よう J-Boy I'm a J-Boy
イボーイ聞くだけ日常ってやつを J ボーイ乗り越えろもう悲しみってやつを J ボーイ J ボーイ J ボーイ受け止めろ孤独ってやつを J ボーイ吹き飛ばせその虚しさってやつを J ボーイサングラス外しまして。サングラス似合いますよ、めっちゃ。目が隠されるから。ね、格好悪い顔は隠したいじゃんね。ということで、ね。一応私ね、40分もらってますけど、結構ね、曲を練習してきて、まあ次の方がね、ちょっと少ないということで、ちょっとね、余計メニュー出してもらってます。北京のね、今、オリンピックなんだ、今のやってるやつは忘れたな、先日ねオリンピック終わりました、ね、平和の祭典とか言いながらねオリンピックが終わった後にすぐね、変なことになりましたけれどもオリンピックねやっぱり勝負である以上勝ち負けねありますね。でも試合が終わればねお互いをねぐらいあってノーサイド、ね、勝ちも負けもないというふうになってほしいと思いますけど、まあ、コンドルはねちょっと後を引くかなと思いますけど、ちょっとね想像以上に喉が渇いて、松任谷由実さんで、ノーサイド。彼はもう二度
さんでノーサイド。だいぶちょっとね、うろ覚えで音程がずれてました、すみません歌っててやばいなと思ったけど直せなかったです、ということで今ね、コロナこういう時期なんでね、まあ、結構私も YouTube とかね、アップしてますといろんなコメントいただきます。その中でね、やっぱり医療関係、介護関係、ね、まあ、もちろん教育関係、まあ、いろんな方も全て何らかの形でね、コロナの影響を受けております。そんな中でね、私はまあ歌うことしかできないんで、じゃあ YouTube でね、コロナに負けるな応援歌というみたいなねの、特集でやってます。その第一曲目に歌ったやつです。小田和正さんで今日もどこかで。ということで、ラストの曲になります、ね。さっきサングラスかけたんでね、
最後もう一回ね、この曲はね、浜田省吾さんが昨年の3月13日に、コロナのねをこの長い坂道にね、例えてその向こうに広がる景色、要はコロナ明けを願って、歌ってくれた歌と私は解釈しております、浜田省吾さんでこの新しい朝に、この新しい朝に。
まだ見えないけど、長い坂道の向こうに広がる世界はまだ見えてはこないけど、長い坂道の上に広がる空は高く青く深く強く凛と輝いてる。ということでね、千崎が歌ってました。いつもはね、私はホスト役なんで結構気遣いました。今日は全く気遣わなくて自分の好きな歌を歌いました。ありがとうございました。